はい、今ですね、久しぶりにレオパの卵が、孵化しているみたいなんで、ちょっと見ていこうかなと思います。日付は5月に、卵が生まれてるのを見つけて、ずっと温めてきてたんですけど、今7月の10日なんで、2ヶ月とちょっと経ってるかなっていう感じですね。じゃあちょっと見ていきます。はい、これは前日の、映像なんですけれども、前日は卵がそろそろ生まれるんじゃないかなと思って、このペンライトでね、中を確認してたんですね。これで中の血管が見えてれば、まあ有精卵でもうすぐ生まれてくるだろうっていう、感じなんですけど、この時はね、なんかすごく孵化するのがもう2ヶ月以上経ってたんで、なんかおかしいなと思って、もうすぐ生まれるはずなんだけどなと思って、まあ中を確認してます。なんでこれはまあ中が透き通ってて、こういうふうに血管が見えていれば、まあ有精卵確定なんで、いいなと思ってたんですけど、まあ今のところまあ形がね、張りがあって育ってるみたいなんで、多分生まれるだろうなと思って見てたんですけど、はい、組み合わせはマックスノーとレーダーの組み合わせです。なんでまあスノーレーダーみたいな薄い色が出るんじゃないかと思われます。僕もまだこれ一度も中身確認してないんで、ちょっと楽しみですね。片手で開けられない。はい、こんな感じです、薄い感じですね。まあ色なんかはまだ生まれたばっかではね、よくわからないと言った方がいいとは思いますけれども、薄い感じなんじゃないでしょうかね。あとはまあ今日生まれてるばっかりなんで、今日生まれたばっかりなんで目の色がまだちょっと開くかな。目の色が分かればアルビノかどうかは、まあ赤目かどうかはね、分かるかなと思いますけど。かわいいですね、シェルが。こっちが卵。早速、新しい容器に移していきます。じゃあ入れ物洗ってきたんで、こっちに移していこうと思います。実際ね、こんなんですよ。わかるかな、どれだけ小さいか分かりますよね。今日生まれたばっかりなんで、小指より小さいし、極力触らずに本当は移したいぐらい。手に乗せました。こんなに小さいです。あ、目開いてますね。目なんか透明だったな今。赤目っぽいですね。
まあ、今見た感じですね、目は赤目のレーダーの目引き継いでそうですね。まあ、もうちょっと成長してみないと、モルフの名前は何とかってまだ全然言えないですけど、アルビノではアルっぽいです。せっかくだから卵もせっかくだから入れておきます。せっかくなんで親の情報も、この子父親のレーダーですね。うん、目の透き通った感じなんかはさっきの子によく似てる感じがしますね。まあ、なんでベルアルビノの目を引き継いでるっぽいですね。まあ初日なんでまだ何とも言えないんですけど、この子がお父さんです。モルファーレーダーです。こっちの子がお母さんですね。お母さんはなんとなくまだ産みそうな感じですけど、ちょっと見せてもらいます。お母さんマックスノーですね。この子は結構よく産みますね、うちで。スノーレーダーの組み合わせはうちで結構よくやってる組み合わせなんで、まあ、なんとなくどんな感じになるのかも分かるんですけど、今いるかな。レーダーによるとこんな感じになります。この子は多分レーダーレーダーの組み合わせで生まれてるんで、完全に 100% レーダーで、目も赤くなってます。まだ成長過程なんですけど、去年の子ですね。この子こんな感じで、両子の卵が孵化しましたっていう、動画でした。まあ短いですけど、今日はこれで終わりにします。ありがとうございました。